大阪劇吉東京第5舞台不思議な観客丸の内の映画館帝都劇場の舞台では今一つの映画が終わって呼び物の実演レビュー「愛の電撃戦」の豪華な幕が開かれていたバンドの楽の音につれて 5歳のスポットライトを浴びながら踊り狂う数人の美女の姿に盤上の観客は酔えるごとくうっとりとなっていたがやがて場面が進んで一座のプリマドンナケティ・岸田の遠隷な舞踏姿がタップの音も軽く舞台の前面に現れてくると観客席からは一様に休山のような拍手の嵐が巻き起こった。 栗色の髪の毛飛び色の瞳白大理石の肌にあふれるような小悪の微笑を浮かべてすんなりと伸びきったたくましい両腰が脚光に悩ましくひらめきながらリズムに乗ってしたたかに舞台を打ち続ける実際ケティ・岸田のタップダンスは素晴らしかった浅草の劇場に新宿の劇場に 丸の,内の劇場にと彼女が一座のスイート楽団を引き連れて出演するたびにタップの女王としての彼女の人気はますます高まっていったしかも彼女は美しい日読婚結児であった婚結娘としての異様な肉体の魅力と父親が親日家のドイツ人であったという二つの事情は彼女の人気に。 一層油を注いでいるのだったやがて伴走の額の値が遠のくように低くなっていくとそれにつれて彼女の舞踏姿は一段と舞台の上にせり出してきたもう舞台の上には何もないただ彼女の真っ白なたくましい両足がまき散らす妖艶な興奮があるばかりだその白い足に履かれた ンクの舞踏靴のつま先からは土人のトムトムのような甘いリズムが流れたかと思うとかぜん夕立のような急速調や心を揺さぶるような快い乱調子が次々と思うさまに流れ出して観客の心を甲骨の世界へ誘ってゆくさてこうした舞台と観客席の行き詰まるような興奮をよそにして 薄暗い場内の一隅でさっきから何かしきりにひそひそとささやき合っている2人の若い女性があった白い折り襟の制服を着て懐中電灯を右手に持った帝都劇場の案内がある、春樹元子と小島清子の2人だったほら清ちゃんこちらへ来るとよく見えるわ稚号の23番よわかった 立派な外人が居眠りしてるでしょあの人よ私の言う「会心士」というのは誰だ,れだれまあ本当、あの人なら確か私も23度案内したことあるわ1階席右側の横廊下へ通ずる扉口の暗闇の中で観客席の方を顎でさしながら2人はささやき続けるそのはずだわ ほとんど毎晩のように来てるんですもの。きっとレビューファンでしょうん、うん、違うわよ。そりゃあね、ケイティ・岸田の人気は素晴らしいんだし、レビューファンの中にはそんな連中いくらもあるんだもの。毎晩見に来たって別に不思議はないんだけれど。でも、あの外人紳士は断じて違うわよ。レビューなど見に来るんじゃ決してないわ。だって、 おらんよ。あの人居眠りしてるじゃないの今夜だけじゃないわよいつもあの人居眠りばかりしているのよあらいつも居眠りしているのそれなら随分妙だわレビューや映画を見に来て居眠りしていたらまるで意味ないわそれともケティ・岸田の隠れた恋人か何かで跳ねてから会いに行くまでの間時間つぶしに 居眠りしながら待ってるんじゃないかしらそれも大違いよ私もう前から注意してるんだけどあの人劇場がはねると楽屋へもどこへも寄り道なぞしないでさっさと一人で帰ってしまうのよそれに第一ケティ・岸田は日本の紳士淑女とは交際しても外人なぞとは全然交際はしないわよそんなこと世間周知の事実じゃないの そそうういえば、ま、ったくそうね。じゃあ一体あの外人は何しに来るんでしょうねいい大人のくせに毎晩のように見に来るだけでさえおかしいのにわざわざお金を払っておきながら居眠りしてるなんてずいぶん妙だわ清子はそう言って闇の中でかわいい繭をしかめるのだった。 夜の冒険毎晩劇場へ居眠りに来る紳士全くそれは奇妙な紳士だった年の頃3 5 6わし花に肩の張った上背の高い堂々たる外人紳士であるが頭を心持ち前へうつむけて静かに居眠りをしているのである無論 入ってくるから出ていくまでずっと居眠り続けているわけではない時折は顔を上げて舞台やスクリーンへ物うさそうな視線を投げることもあるのだがしかし大体は居眠りであることにケティ・岸田の素晴らしい舞踏が始まったりするとほとんど顔を上げない一体劇場なでは、は、の観客は 誰も彼も一様に舞台の方へ気を取られて自分のことさえ忘れてしまうほどであるからこの海心師の不思議な態度に気のつく人など一人もいなかったのであるがしかし案内ガールたちは別だった彼女たちの目から見るとそれはすぐに分かることであった春樹素子は一番初め気づいた時から その外人紳士に対してゾクゾクするほどの激しい好奇心を覚えていたが彼女は誰にもそのことを知らさずに自分一人でその不思議な紳士の態度をいろいろと考えてみただが結局わからないそこでとうとう包みきれなくなって今夜初めて購買の清子に打ち明けたという次第でもまさか。 何か悪いことをたくらんでいるわけでもないでしょうがねやがて清子が不安そうにささやくと素子は遮るように言ったい,いえいえ油断大敵だわもしかしたらスパイかもしれないわだってこないだの国民傍聴会の展覧会でも無駄口を慎め少しでも怪しい挙動の外人があったら警戒せよって教えられたんじゃなくって たとえよしスパイでないとしても何かいわくのある人に違いないわねえよちゃんと素子は急に誤張を改めて私見てたんだけどあの人いつも帰る時自動車に乗らずに歩いていくのよだからひょっとすると家は割に近くなるかもしれないわそれでね私今夜劇場が跳ねてから、 一度つけてて行ってみよううと思うのだってこのままではあたしとても収まらないわせめて何をする人くらいは知ってやりたいわまあ素敵ねでも危険じゃないかしらまさかでもたまにはこれくらいの冒険もしてみたいわあたしも行こうかしらダメダメ 人人も言ったらら表の人に叱られるわだって尾行って行くからには少し早く出なくちゃいけないでしょだから私一人でこっそり抜け出してあとをよろしくキヨちゃんにお願いしたいのよあらずいぶんちゃっかりしてるのねだがこの時舞台にはひときわ明るい額の音が湧き起こり人魚たちはにぎやかに踊り狂って。 楽曲は華やかなフィナーレに近づいていた名それから間もなくのこと有楽町のガードを潜って数寄屋橋の方へ抜ける大通りを今し方帝都劇場を出た九段の外人紳士が銀座の方角へ向かって歩いていたその紳士の五六軒後方から これまた帝都劇場の案内がある春樹元子が猫のように足音を盗みながらこっそり尾行していたことは言うまでもないいつの間にか彼女は和服に着替えて小さな風呂敷包みを左手に持っている薄く化粧した美しい顔の真ん中に丸い愛らしい目を妙にいたずらっぽく輝かしてはいるが さすがに顔色は心持ち青ざめて、内心の緊張は隠しきれない数寄屋橋を渡る頃から元子の額際にはうっすらと油汗がにじみてたゆっくり歩いているようではあるが外人紳士の大股にはとてもかなわないらしいもつれる裾をパッパと蹴るようにしながら彼女は一生懸命に歩いた。 橋を渡って交差点を越すと間もなく紳士は左側の静かな通りへ折れ曲がったもう10時もとっくに回ってこの辺り西銀座の商店街はどの家もすっかり戸を閉めてしまい電車通りとはすっかり違った静けさだった元子は急に寒気のようなものを覚えて肩をすくめると 紳士との間隔を10軒くらいに引き伸ばしたやがて紳士は一層小さな通りを右に曲がったそれからすぐにまた前と同じくらいの通りを左に曲がったそれからまた右へそして左へ後方も見ずに同じ歩調で静かに歩いていく元子はふと 淡い後悔に似たものを覚えた一体どこまで行くんだろうもしかしたら先生私の尾行に気がついて巻こうとしているのかしらそう思ってゾッとしたがすぐその下から一層激しい好奇心がモリモリ首を持ち上げるそうだわせっかくここまで来たんだものせめて正体を見届けなくっちゃ 思い直して歩き続けたがこうした冒険ももう長くは続かなかったやがてひときわ静かな問屋が家来ると紳士の歩調は急に衰えて間もなく一軒の店の中へ吸い込まれるように消えてしまった元子は足を速めてその店の前へ近づいた3階建ての洋館で なかなか立派な信用のありそうな店だった伝統は消えていて暗かったが街灯の光に照らされたその店の看板には横文字ばかりで彼女には読まれないただ一行だけ日本字で大きく「高級文具卸し商名尊商会」としてある名尊商会 彼女はその店の名を心の中に焼きつけるように見つめながら、ちょっとの間熱心に立ち止まった。がすぐにふんと鼻を鳴らした。なんだ文房具の豚屋さんかい。案外つまんないんだね。これじゃあ冒険にもならないわ。でも一体文房具の豚屋さんがなんだって劇場へ毎晩通ってイネムリをするんでしょう。 そうつぶやいて失望と相変わらずの疑問とを重苦しく心支えながらやがて人けのない夜の街を引き返そうとしたとこの時である後方に向き直った彼女は瞬間玉んとなって全身に水を浴びたような衝動を覚えたいつの間にどこから出てきたのか さっき確かに店の中へ消えたはずの九段の紳士がいや名村商会の主人公が三尺と離れぬ目の前に高々かかと立ちはだかって似たり似たり笑いながら彼女を見下ろしているのだ <laughs> お嬢さん、よくいいらっしゃいましゃまたね。今夜は私が特等席へ案内しましょう。 となって身をかわそうとするのと相手の長い手がニューっと伸びるのと同時だったなんだか変に余ったるい脳髄を刺すような匂いがしたかと思うと腰から下が急に消えてしまったように力が抜けていったふん、<laughs> いらぬおせっかいをするやつは容赦はないんだおいマックこのアマチュを例のところへ片付けな そんな言葉を夢うつつに聞きながらもとこの意識は沼のような深みへ消えていった闇の中の声何時間たったのかあるいは何日たったのかわからないただ無性に背中が薄むくなってぼんやり我に返った。 クラだ。目を分けているのかつぶっているのか自分でもわからない遠くの方でガンガン音がしているかと思うと何にも音なぞしていないようにも思われるただ非常に頭が痛い手をそっと動かしてみる動く冷たいものの上を動くどうやらコンクリートの床らしい そう思った途端に彼女ははっきり意識づいた不思議な怪人紳士尾行名尊紹介甘い匂い彼女は急に激しい恐怖を覚えて再び気が遠くなりそうになったとこの時急に闇の中から男の声が聞こえたお気づきになりましたね 彼女は一瞬ハッとなっていきなり夢中で上半身を置き直したああ驚かないでください決して怪しいものではありませんと闇の中の声は続けた僕もあなたと同じようにとらわれの身ですよ日本人ですほら純粋の日本語でしょあなたよりずっと先に ここへいれれられていたものです。ここはどこですあなたはどういう方ですあたしを出してくださいやっと夢中で物が癒えただが体は闇に向かって身構えたままだダメですここは深い頑丈な地下倉庫です壁は厚いコンクリートですし は僕の手の指からは血が流れていますし声はお聞きのとおり枯れてしまいました抜け出ようとして必死の努力をしたからですでも全て無駄でした男の声は一息ついて後を続けたあのメーソンという男は もうずっと前から東京へ派遣されてきている英国のスパイの一人ですえやっぱりスパイそうです英国のスパイ団の一味ですやつらは最近日本当局の監視が非常に厳しくなってきたのに面食らって死に物狂いですから。 秘密をかぎ出そうとした僕たちを無事に返してくれるようなことは絶対にありません。くぶくりん、僕たちは絶望です。だが、決して慌ててはいけません。たった一つだけの希望があります。うまくいくかいかぬかは分かりませんが、でもまだ今はいけません。すぐ取りかかるわけにはいきません。 そうそう。そその前に僕の自己紹介をしておきましょう僕は丸の内の発行ビルにある国民傍聴会の横川亭介というものですつい最近出来上がった教会ですからご存知かもしれませんね元子はハッとした国民傍聴会ならよく知っているさっきだかも昨夜だかも帝都劇場で 芳芝居の名前を口にしたばかりではないか小さな事務所だが隣室に常設の展覧会場を持っていて傍聴思想の普及に努めているところだしかも横川帝介といえばその事務所の主人公で何でも警視庁だかにも関係のある有名な青年探偵だと聞いていたではないかどうりで嫌に落ち着いていると思った 子は急に元気がよみがえりはじめたああ、教会もあなたもお名前はよく存じておりますそうですかじゃあ一つ念のためにマッチをつけて実物をお目にかけましょう貴重なマッチですから一本しかつけませんよそれから事情があって僕は裸になっておりますがびっくりしないでくださいよ 闇の中の青年探偵はそう言ってマッチをすった辺りがパッと明るくなった横川帝助氏は30をまだ2つ3つしか越していないらしい立派な青年紳士だったがこれはまた一体どうしたというのだろうパンツ1つの裸である素子は急に何か滑稽なものを覚えた そんなのんきな場合ではないすぐ気を取り直して急いで辺りを見回した八丈磁くらいの暗いがらんとした四角い石の部屋だった右手に会場へ通じるらしい頑丈な鉄のような扉が立っているまあ恐ろしい部屋ですわ私たち一体どうなるんでしょう マッチが消えてしまった。闇の中で。もとこは震え声を出した。さあ、このまま行けば九分九厘飢え死にでしょう。ここはメイソン商会ではないですからね。おそらくメイソン商会の持ち物には違いないでしょうが、かすかに潮の香りのするところから見ても位置はずっと離れた。 辺りの海岸にでも立っている倉庫の地下室だろうと思いますだからいくらジタバタしたってダメなんですでもさっきあなたはたった一つだけ希望があるとおっしゃいましたがさあそれですようまくいくかいかないかは分かりませんがねその希望というのはほかでもない あなたにかかっているんです。実はあなたが来られなかったらその一つの希望すら僕は失ってしまったに違いないんです。しかしその希望というのは少し犠牲を要するんですよ。どんな犠牲なんです助かることならどういう犠牲でも構いません。いや。 大いしたことではないんですがね。あなたのその着物と帯を僕にいただきたいんです。いや、勘違いしないでください。僕が着るのではありません。捨てていただくんです。捨てちまうんです。わかりませんか。じゃあ、説明しましょう。横川氏は、そう言って、 ゆっくり後を続けたただ一つの道僕はあなたより一日前にここへ入れられたんですそして何とかして逃げ出そうとして散々に暴れ回ったんですがダメでしたそこでいろいろと考え苦しんだあげくたった一つ明暗が浮かんだんです それはこの地下室のすぐ左側の天井の隅に僕たちの腕が通るくらいの小さな黒い穴が開いているんですどこにでもある息抜きの通風口なんですよ僕は早速明暗を実行に移しましたつまり通風口ですからきっとその先端は地上の倉庫の屋上へ抜けていて そこにはあの方々の屋根にあるくるくると風の力で回りながら空気を吸い上げているコマのようなベンチレーターがついているに違いないんですがそこから煙を出して一種の救助信号をしようというわけです。僕はまずポケットからたばこを出して火をつけると穴の下へ行って背伸びしながら。 たばこのけむりをいっしょうけんめいにあなのなかへふきこんだんですそうしていくらものこっていなかったたばこはすぐすいつくしたのですがすくいはきませんそこでとうとうごらんのとおりようふくにてをかけちまったというしだいですいやはだかになっているわけがわかったでしょう僕くはじぶんのようふくを 穴の口で咲いては焼き咲いては焼きしてすっかり煙にしてしまったんですけれどもそれでも救いはやってこないとうとう全部燃やしてしまったから僕はふと大変な失敗に気づいたんですよというのは思い出しても尺に触るんですが僕はその。 せっかくの発煙信号を夜中にやってたんです地上ではみんな寝てしまっていて倉庫の屋根のベンチレーターから吹き出す煙なんぞに気づいてくれるような通行人なぞ、一人もいなかったというわけです僕がどんなに悔しい思いをしたかわかるでしょうところがそうしてもう半ばやけくそで 運を天に任してしまった僕の前へ一日にして今度はあなたが投げ込まれてきたというわけですあなたの着物と帯をいただきたいという理由がお分かりでしょう思い切ってその着物を捨てちまってください今度こそは時間を十分注意してやってみますからそうですねさっっきマッチを吸た時に 僕の腕時計は3時でしたがこれは確か夜中の3時に違いないと思いますそれでもう56時間このままで辛抱して地上がすっかり昼間になってから少しずつ燃やし始めましょう全部燃やすまでには運さえよければきっと誰かに見つけてもらえると思うんです 着物を燃やしてしまうんですから惜しいようですがしかし今の僕たちにとってはそれより他にこの危険から逃れる道はないんですいかがですむろんやってくれるでしょうね横川氏はそう言って彼女の返事を期待するもののように口をつぐんだまあ素敵な名案ですわ。 でも、そんな煙の信号をしたりして、メイソン一味に気づかれやせんかしら。大丈夫ですよ。ここはメイソン紹介などとはずっと離れた海岸ですし、第一やつらは、この秘密牢獄の頑丈さを信頼しきっていて、関心などしていっこありません。飯も持ってこないんですからね。もう、それで安心しましたわ。じゃあ、 命ののすかることですもの私喜んでお言葉どおりいたしますわ彼女はきっぱりとそう答えたがさすがにその語尾は心持ち震えを帯びていた着物を失うことが惜しかったのではないもしもこの時青年探偵がマッチを吸ったなら彼はきっと元子の顔になぜかしら ほんのり赤が浮かんだのを見つけたに違いない希望の煙さてこうして奇妙な2人の囚人は闇の中に滞在したまましばらく時期を待つことになった元子はもうこの自分には頼もしい横川氏の態度に励まされてすっかり落ち着きを取り戻していた それで初めて自分がどういうものでどうしてこういうところへ連れてこられるに至ったかという今までの出来事をすっかり横川氏へ説明した青年探偵は元子の話を聞き終わると熱のある調子で切り出したそうでしたかいやあなたがそのメイソンの奇妙な居眠り癖に気づかれたのは大手柄です実は僕も あなたより一晩先にメイソンの落とし穴に引っかかってここへ投げ込まれたんですが事の起こりというのはやっぱりあなたと同じようにあの帝都劇場なんですただ違う点はあなたの場合は観客席の中から疑問をつかまれたんですが僕の場合は舞台の上へ最初の疑問を投げたんですそれから観客席の中に メイソンの機械な態度を発見して尾行となりつい油断してこんな目に遭ったというわけです舞台の上といいますとああそれはあのスイート楽団の花形ダンサーケティ・岸田の身辺と挙動に疑いをかけたんですもうあのケティにでもあの人だったら 私たち日本人とほとんど同じようなものではないですかそれがいけないんです最も信用できると思われるやつからまず疑わねばなりません「私はスパイです」というような顔をして歩いているやつは絶対にありませんからねあのケティ・岸田もそういう一人です僕はケティの国籍を徹底的に調べてみましたが 日独混血児なぞというのは真っ赤な嘘なんです。本当は純粋の英国人で、恐るべきスパイの一人なんです。本国政府からの秘密指令の連絡もやれば、自分の舞台の人気を利用して身辺を取り巻いている両家の子女や、時々箱根や塩原へ遊びに連れて行ってくれる某方面の無自覚な産業人なぞから、 貴重な情報の収集もやろうという凄腕なんです。ところがここで残念なことにはそこまではどうやら分かりかけたんですが、それから先がさっぱりわからないんです。あなたもご存知と思うが、あの女は外人とは絶対に交際しませんし、あの女が出したりかけたりする。手紙や電話などにも秘密調査の結果。 少ししも怪いいところがないんですだから一体どうして刻々に集める情報や指令を他のスパイたちに連絡しているのかさっぱりわからないそれで今までずいぶん苦心したんですがやっと昨晩になって分かりかけたのです情報の連絡場所はどうですあなたの勤めている帝都劇場なんですよ しかもあの満場の慣習の面前で堂々とメイソンへ通じていたのです確かに僕のこのにらみに狂いないと思いますがでも残念なことにもう少しで確かな証拠をあげようという寸前で僕はメイソンの罠に引っかかってしまったんですだからその証拠をあげるまでは恐るべき連絡方法を話すことはできませんが もしあなたのその着物のおかげでこの地下室から抜け出ることができたら早速帝都劇場へ駆けつけて今度こそ見事に証拠を上げてみせますよああ出たい何としてもここからうまく抜け出したいそう言って横川氏はごろりと横になった様子であったが今度は急に話題を変えて世界各国のいろいろなスパイの話などを始めた。 それはちょうど元子の元気を引き立てるために話してくれているように彼女には思われるのだったそうして長い時間がたったやがて横川氏はむっくり起き上がるとマッチを吸って時計を見てから元子を促して例の素晴らしい発煙信号に取りかかった信号をなるべく長い時間続けて 少しでも人に発見される可能性を高めるようにとの考えから元子の着物や帯は細かに引き裂かれ少しずつ時間を置いて燃やされ始めた救助はなかなかやってこないだが2人は決して失望しないで根気よく長い時間をかけて信号を続けていったそしてとうとうう、 涙ぐましいその努力の報いられる時が来たそれはもう夕方近い頃のことであったその地下室のある倉庫はやっぱり横川氏の狙った通おり品川寄りの芝浦の海岸べりに立っているのであるが最初その救助信号を認めたのは隅田川口から品川の方へ向かって引き船に引かれていた仁足た船の船頭さんであったが 海岸べりに立っているある倉庫の屋根のベンチレーターからしきりに色の悪い煙の出ているのを見つけた彼はいきなり大声で「おや妙なところから煙が出とるぞ火事だ火事だ!火事だ」と騒ぎだしたそれからあとは何でもなかったすぐに 付近にいた船頭連や中氏たちが黒くなって駆けつけると倉庫の扉は打ち破られ続いて地下室の頑丈な扉も砕かれてもう少しで着物の最後の一片を燃やし尽くすばかりになっていた2人は無事に助け出されたのであったしかし横川氏は非常に落ち着いていた人々に礼を述べると駆けつけた警官へ事情を手短に説明してから こう付け加えた。そういうわけですから僕たちは本庁の方へ話はしますがぜひとも今夜一晩は僕たちがこの倉庫を逃れ出たことを名ーソン商会の耳に入らないよう手配してくださいしかし横川氏が心配するまでもなくその倉庫は名ー商会からだいぶ離れていたしこんなこと以外には 平常あまり使わない倉庫だったので幸い2人が逃れてたことは名尊召会へは少しも知れなかったのだったススパイダンスさてその晩帝都劇場の1階席には大勢の観客たちに混じって 目立たない洋服に身を包んだ5人の紳士が静かに腰を下ろしていた真ん中にいるのは警視庁外事課の某高官その左はなんと通信省の電信技師で右にいるのは言うまでもなく青年探偵横川定介氏だった3人の紳士の席から3軒ほど離れた前方の席にはどうやらまだ何も知らないメイソン氏が。 1階席右側の横廊下へ通ずるドア口の暗闇には案内がある春木元子が今夜は休暇でももらったのが和服姿で薄暗の中に顔を隠すようにしながら立っているがすぐその横にひょうのように鋭い目をした外耳鼻の刑事が立ち並んで。 彼女と一緒にメイソン氏の方へ激しい視線を注いでいるのを見ればどうやら元子も今夜は特別な案内係として一役買っているらしい舞台ではもう既に呼び物の実演レビューが幕を開けてバンドの楽の音と交差するスポットライトの中に美しい踊り子たちが今夜もまた華やかな興奮を舞台一面にまき散らしていたメイソン氏は いつの間にかうなだれ始めた。やがて場面が進んで一座のプリマドンナケティ・岸田の妖艶な舞踏姿がタップの音も軽く舞台前面に現れてくると例によって観客席からは拍手の一斉射撃が巻き起こったその一斉射撃に応えるもののようにこぼれるような怖くな微笑を満面にたたえながらケティ・岸田は いいよいよ絶妙の神業18番のタップダンスに入っていった遠隷な花の姿は悩ましい野獣の姿となり夢見るような真珠の足は急に白金のバネが入ったようなたくましさを見せていたいつの間にか伴奏の額の根は蹴散らされたように遠ざかり 白い足に履いたシンクの靴のつま先から流れ出る力強いタップのリズムが酔っ払った機関銃のように高く低く速く遅く思うさまに満場を圧して響き始めたうーんなるほどこりゃすごい電信技師が席を乗り出すようにしながら傍らの2人へ囁いた。 確かにあの女の足先はものを言っております時々ですが正確に一種の通信を発しておりますそうかね警視庁の高官が首をかしげた僕にはよくわからんがねそのはずですよ電信符号ですから 妙に調子をとっていますので私たちにもちょっと聞きづらいですが確かにあのタップダンスの足音の中にはモールス符号が入っておりますそうかよしとこうが言った横川君君例のものはどこに取り付けてあるかねああレコードの吹き込み機ですかあそこの 舞台の被り付きの隅っこに仕掛けておきました。もう立派にこのタップダンスの秘密通信を記録してしまったでしょう。いや、ありがたい。それが動かぬ証拠というところだな。まさにそういうわけですね。おや、もう終局です。さあ、そろそろ謙虚に取り掛かっていただきますか。 横川氏の言葉をきっかけにして3人の紳士は決意を見せて立ち上がった間もなく帝都劇場の玄関前では雪崩出る観衆の中から異様な騒ぎが巻き起こった群衆を蹴飛ばして逃れようとするメイソン踊りかかる警官の突撃メイソンの手元から狙いの狂ったピストルがターンターン 夜空へ放たれるだがすぐに彼の手首には頑丈な手錠がはめられてしまったちょうどその頃同じ劇場の楽屋からもスイート楽団の花形ケティ・キシナが逮捕されたことは言うまでもないスパイ団の真相実際驚くべき出来事であった 舞姫ケティ岸田は満場の観客を目の前にして堂々と舞台の上からダンスの足のつま先でモールス信号にした秘密通信文をタップしていたのだそれを観客席に何食わぬ顔をして収まったメイソンが受信するケティの踊りが始まるまでは退屈で本当に居眠りばかりしていたのだが一旦ケティの踊りが始まると うつむいいいててててははも決して眠っていたのではなく、一所懸命で目をつぶり全身の神経を両耳に集中させて彼女の電信符号を受信していたのだ彼らは検挙されると頑強に反抗を否定したが横川氏があらかじめ舞台の隅に取り付けておいたレコード吹き込み機によって作られたダンスのレコードの前には訳もなく頭を下げてしまった。 そのレコードは普通の速さで回すとちょっとわからないが速力を少し緩めて回すと明らかにあの「ツツツトントン」という電信符号が現れだしたのだしかも当局の調査によるとケティは日本へ来る以前上海の電信局でオペレーターをしていたことがあり同じくメイソンも青年時代 大西洋航路の船の電子通信種をしていたことが判明した。こうして悪辣なるスパイ弾の秘密は白日のもとにさらされてしまったのだメーソン一味の検挙をきっかけとしてかぜん彼らと秘密裏に連絡を取りつつ暗躍を続けていた膨大なスパイ弾の他の一味たちも続々芋づる式に検挙されるに至ったいわく 某通信特派員、某大将官、某某文化団体などなど彼らは英国情報省の管下に属する膨大なスパイ網の一部で極東部東京委員会に属し諜報、宣伝、暴力等の各部門をそれぞれ受け持ち巧みに親日を装い大胆不敵の活動を続けていたのであるが彼らの暗躍の指令系統は 他のの多くの一とと同じところから出ていても、その一味同士の横の連絡は厳重な秘密になっているため当局の苦心は実に涙ぐましいものがあった言うまでもなくメイソンはそれらスパイ団のうちの一味の主会であり主として諜報活動を引き受けてケティ・岸田やその他数名の配下を巧みに使ってあらゆる諜報の収集に努めていたのだ。 彼は表面高級文具賞と称し廃品回収の美名のもとに各歓迎会社等から使い古して不用意に捨てられたカーボン紙や吸い取り紙のフルを収集し精巧な化学装置によってそれらの紙面に複雑に残された文字文章を解読し選択して大使館へ提出することなどもその活動の一つになっていたのだ。ところで、 こうした事件が一段落ついた数日の後帝都劇場の案内ガール春樹素子は警視総監から感謝状をもらうために青年探偵横川氏に付き添われて警視庁へ出頭したその帰り道いささか気をよくした彼女はほっとした調子で横川氏へ行った本当に恐ろしいことでしたわでももうこれで。 恐ろしいスパイも一網打尽になったわけですのねすると横川氏は首を振りながら力強く言ったいやいや今度捕まったのなんぞほんの一部にすぎませんまだまだ我々の周囲には各国のスパイが第5部隊がますます荒手を加えてうようよと転がり込んでいますよそしてその活動方法も 今度の事件のように劇的で派手なものばかりではありません。一見怪しむに足らないような何でもない姿をとって、しかも確実に目的を達しようと迫っているのです。僕たちは一段と緊張して、無駄口を綴し、国民防長の責をまっとうしなければならないわけです。